レスラー小橋健太が追い求めてきたもの、それは革命、世代交代、新時代。しかしその灯火が消えかかろうとしています。今宵の戦いは小橋にとって一大決戦、グランドスポードとなることは間違いありません。この1年間追いかけた宿敵ベイダーを射程圏内に捉えた対ベイダー戦、完全決着のため選手生命をかける。10日前の札幌でウィリアムスを破り手にした三角挑戦、しかし 2.20 神戸世界タッグ王座からの転落、小橋自身がノックアウトされ脇腹を痛めました。満身創痍、それはベイダーズの激闘の証。去年のバトルロイヤルでの流血、 1.15 横浜の敗戦、チャンピオンカーニバル大阪30分ドロー、そして 4.16 優勝戦での完敗。ここまで小橋の0勝2敗1引き分け、小橋対ベイダー第4章が完結編となるか。小橋円が円、赤コーナーに控えるチャンピオンベイダー、小橋対ベイダー。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ラウコーナー挑戦者270ポンド小橋健太、新時代の扉をこじ開ける小橋健太。ラガコーナー三冠ヘビー級選手権者370ポンドベイベイダー第4章は初の三冠戦での激突となりました。青コーナーの小橋、約1年間の集大成、その前に立ちはだかる鉄の扉ベイダーです。放送席解説は週刊ゴング編集人竹内康介さんです。竹内さん、はい、新時代は到来するんでしょうか。小橋のですね、今日の使命はただ一つ、ベイダーに勝つことですね。さあそのゴング、今決戦のゴングを聞きました。三冠ベルトを取りに来た小橋です。1年間の集大成、ベイダーとの因縁の戦いです。会場1万6300人武道館、小橋を後押しするか。まだ組み合いません。距離を取った、組み合います。190cm 170kg ベイダー、 187cm 120kg の小橋健太です。押していったのがベイダー、1年間貯めたものを全て吐き出す因縁の戦い、その終止符を打つのか。ベイダーマークをした、バッキルを割った、エルボーも返した、まず張って一発は小橋健太。さあベイダーを挑発します。小橋10ヶ月ぶりのシングル対決です。ここまで小橋の0勝2敗1引き分け、 1.15 横浜で敗れました。 4.8 チャンピオンカーニバル大阪大会30分のドロー、そしてチャンピオンカーニバル優勝戦完敗でした。低い体勢で組み合うという小橋、ベイダーの両雄。竹内さん、はい、思えばあの 1.15 から約1年余り経ったんですが、1年間貯めたものというのもあるでしょうからね。おそらく小橋の頭の中では常にベイダーのことしか頭になかったと思いますね。さあそれではここで試合前の小橋選手のインタビューです。距離を取ります。ロープに追い込んだ、低い体勢を伺っている小橋です。脇腹を痛めている小橋、腕を取った、バッキリ割っている、追いかぶさったベイダーです。フェイスロックも加えました、ロープに少し近い当たり、まだまだ絞り上げます。という小橋の決意なんですが、竹内さん、やっぱり並々ならぬものが感じられますね。やっぱりこの1年ですね、ベイダーへの雪辱にだけにかけた、やっぱり小橋の執念を感じますね。思えば 99.1 新春バトルロイヤル、このベイダーとの乱闘がありました。小橋は左のまぶたの上14針縫う怪我を負わされました。あの日以来ベイダーに勝つまでひげは剃らない、そう決意した小橋です。ロープブレイクに逃れた小橋、そして竹内さん、このシリーズ 2.20 ショックでしたね、神戸大会。そうですね、まさかのその王座転落でしたからね。
バーニングの証である世界タッグのベルトを 2.20 神戸大会で失いました。つまりベイダーは第24代の三冠王者であり第41代の世界タッグ王者でもあります。その王者が追い込んでいく。ベルハンマー、そして脇腹、その 2.20 神戸で痛めた脇腹、赤コーナーに追い込まれています。王道のコーナーに追い込まれている。今が正念場だ。試合前この小橋に聞いたんですが、この脇腹の骨を痛めていると非常に苦しい展開が予想されるんですが、まあ、このテーピングを見てるとかなりやっぱり辛そうですよね。ロープに飛んだ、あーショルダータックル、小橋に分があった、距離を取った、ダックキック、ソバットが顎先にヒットを出しました。ベイダーがエスケープです。王者のベイダーがエスケープです。場外戦絶対に振った、大きな衝撃が伝わってきました。そしてマットハイラー 1.299、 1.2 バトルロイヤルの返しとばかり。 1.15 では吐血した小橋、入れて脳天から落ちました。脇腹やっぱり気にしてますね。ちょっと痛そうですね。ベルトを巻いたベイダー、そして包帯を巻いた小橋です。満身創痍の体、しかし竹内さん、今までの小橋の戦いなんか見てますと、やはり怪我を押しての戦いというのはもう宿命のような感じですからね。まあ去年ですね、大阪でそのチャンピオンカーニバル戦った時も左足を痛めてましたしね、はい、去年の例の尾骨骨折もありましたからね、はい、まあ、小橋は怪我に強いというのはおかしいですけどね、どんどん怪我でも負けるような男ではないですからね。ですね。ニュートラルコーナーに振りました。ジャンピングに痛さを加えて距離を取ります。スピードに乗った、ジャンピング2の2連発、リングの中央に戻しました。抱え上げた、少しやはり右の脇腹、歯を食いしばる。ゲラチンドロップ、初めて三冠を取った時の技。あっという間に5分間が過ぎました。小橋対ベイダー第4章、スリーパーでしょうか。小橋と三冠戦という物差しを一つ参考にしますと、最初に三冠を体感したのが第16代としての三冠チャンピオン田上を破りました。そして2度目の体感が19代 6.1 に川田を破った。これからが始まりといったあの新時代宣言の夜でした。しかし98、10.31、三沢に敗れました。竹内さん、意外なんですがこの小橋1年と4ヶ月もこの三冠から遠ざかっているんですね。しかもですね、確かに2度ですね、三冠は取っているんですけどもね、はっきり言って小橋の時代を築くまでには至ってないですよね。ですね。かわず落とし、カバーします。積極的にカバーに行っているこの試合、小橋のカバーです。そしてベイダーなんですが、三冠と世界タッグ史上6人目の5冠王ということなんですね。これもですね、外日やテリーゴディ以来ですから ね、 10年ぶり、10年に一度の最強外国人レスラーが勝ちました。ラリアット、スピードに乗っていた、カウンターでぶち当たった。ラリアットを先に出したのはベイダーでした。鉄の扉、黒い影ベイダー、小橋の前に立ちはだかる。脇腹にエルボー、やはり狙ってきましたね。小橋もある程度覚悟はしていたでしょうが、このベイダーの思い、エルボーだ。もう一回、普通な表情の小橋、新時代の扉を開けることができるか。ベイダーに勝つまでは髭は剃らない。 99.1.2 後楽園でそう誓いました。背後からベイダーハンマーですか。パンチを入れましたね。前のめりに倒れた小橋、そこに容赦なく黒い皇帝選手のキック、そして脇腹、やはり狙われます。あ、顔面顔面、小橋倒れました。小橋と外国人という一つの物差しを出しますと、この小橋は外国人との激闘で自分のスタイル勝ち進みましたね。特にスタン・ハンセンとの死闘ではですね、非常にやっぱり得るものが大きかったですからね、その試練の外国人レスラーとの戦い、フロントスープレックスを食らいました。やはりバンデージはしておりますが、衝撃というものもろに伝わっていきます。場外戦です。
あの 99.15 横浜ではこのベイダーのパワーボムを食らって血を吐いた小橋です。さあどうする、鉄柵が近いぞ、ブレンダースターの体勢、あーっとした、なんということだ、強靭な肉体、筋肉のボディを作った小橋ですが、あまりにも辛い、あー170球、そして顔を踏みつけます。1年越しの思い、ベイダーとの因縁の戦い、10ヶ月ぶりのシングル対決です。場外戦で捕まり始めました、竹内さん、はい、このベイダーの攻略法があるとしたら何ですか。まあ首を狙うか、あるいは膝へのドロップキックで突破口を見出すかなんですけどもね、今のところちょっとそのあたり糸口掴められてないですね。そうですね、完璧にこの脇腹も狙われています。そして複雑な体勢から腕を決めてますか。ベイダーの太い腕がストレッチ状態です ね動きを止められています。あ、そして傷口を、脇腹を痛めている、肋骨を痛めている、その包帯を剥ぎ取った、なんということをするベイダー。 99.15 横浜ではまぶたの包帯を取った小橋、今度は包帯を取られた、脇腹に直撃です。ベイダーの執念というものを感じますね。これの激痛プラスの呼吸が非常にしにくくなってくるんですよね。あ、なるほど、この後の展開が不安です。カバーした、時間取り返します。悲願のベイダー攻略なるか。完璧にこの小橋の包帯が取れました。さあ痛めた脇腹がそのままむき出しになっている。リーダーハンマーとチョークロープリフター、スピードに乗っているベイダー、ネック正面、 4.1 億チャンピオンカーニバル優勝戦を見ているような正面からのベイダーチャンプです。小橋対ベイダー三冠戦、10分が経過しました。竹内さん、序盤の10分間どういう風に分析されますか。はい、スタートは小橋割といいスタートを切ったんですけどもね、はい、やっぱりこの脇腹を攻められたあたりからですね、流れが一気にやっぱりトーンダウンしてきましたね。唯一守っていた包帯を剥ぎ取られました。ヘッドバット、打撃技を加えていきます。青コーナーに追い込みました。ヘッドバットの連発、ベイダーハンマー、大店が揺れます。距離を取った、キックで防戦、セカンドロープからダイビング後ろだ、うんと倒れたのが小橋、返り討ちに遭いました。やっぱり今一つ勢いが足んないんですよね。そうです、何か踏ん張りというものが感じられません。対ベイダーの攻略はあるのか、このままベイダー帝国が続くのか。もう残されたレスラーはいません。我々はこの小橋に託すしかありません。どこな叩きつけました。そして一本腕を突き上げた、サードロックからセカンドロック、脇腹を痛めている、肋骨が痛む、リバーススプラッシュ、カバーに行きません。勝負を急がないベイダーです。このあたり余裕でしょうか。やっぱりね、もう自分の射程距離に入ったと踏んでるわけですよね。なるほど、それだけにね、小橋はここで反撃するといいんですよね。行けません、連発、まだ行きません。完璧に小橋を自分の手のひらの上で料理しています。小橋神戸が沸き起こりました。2000年最初の武道館2000エキサイトシリーズ最終戦、小橋対ベイダー三冠戦、三度行くのか、行った3連発、ここでカバー返せるか、時代を切り開け、2カウントです。伸ばし続けたヒゲ。そして竹内さん、このシリーズ小橋一時髪型を変えていたんですが、今日元の髪型ヘアスタイルに戻しました。そうですね、戻ってますね。試合前に語っていたんですが、原点に戻りたいと語っておりました。要するにベイダー戦の原点ですよね。はい、ラリアットです、剛腕ラリアット。このシリーズ札幌大会 2.17 で北斗4大シングル、このベイダーが川田をあのラリアットで撃破しました。そしてその試合の前、この小橋がウィリアムスを破り、冬の三冠戦進出となったわけであります。ふらついています。小橋がまだ膝をついている。まだ一度も勝ったことがないベイダーの攻略なるか。
田上が敗れました。三沢が敗れました。秋山、河原が粉砕されました。五強の中でもうこの小橋、小橋ついだ、ローリングスパット反撃のバックドラップ。今のは首にダメージありましたね。こっから畳みかけていきたいところなんですけどね。なるか、距離を取った。おっと、スパットでベイダー一回転。放送席前リングの下です。小橋がその距離をちらっと見ました。まだうなだれているリングの下。追うのか、追うのか、赤コーナーだ、赤コーナーのトップ、そこから行くのか。ベイダー攻略のために小橋が行った。フライングボディアタックベイダー大の字。しかし今のはあまりにも小橋の方にもダメージが残りました。完全に体がかぶさなかったですからね。少しベイダーが避けたんでしょうか、手元が狂ったんでしょうか。リングの中に戻します。小橋とベイダー2人にしかわからない世界。小橋がこの辺りから優勢に試合の主導権を握るか。逆水平チョップ、魂が止まった。マシンガンチョップ、ベイダーマー、ベイダーマー連発、一発で形勢逆転です。さあ今度は赤コーナー、おっ、起きた。小橋、魂を込めて流れ式で持ちた。強引にカバー、小橋のカバーです。この試合ようやく小橋がカバーまで来ましたね。こっから何か小橋の大きな技が欲しいんですけどね。時代を変えるか、新時代の到来なるか。ローリングけさ蹴り連発、ニュートラルコーナーに追い込んだ。逃げ場がないベイダーに対してローリングのけさ蹴り、そしてバック、バックになった。あっと、垂直に上がって垂直に落としました。ジャーマンです、投げっぱなした。続いてカバー、ベイダーも返します。15分経過、15 minutes。 もう15分経過したんですか。小橋対ベイダー、時代を取るか、世代交代なるか。ベイダーの牙城を崩すか。ローリング過ぎにズベッと決まった。ロープに止め、ダラッと数えた。危ない、ジャーマン投げっぱなし、かわされました。小橋がジャーマンを仕掛ければね、ベイダーもまた負けずにジャーマン仕掛けてきますからね。しかも今のは危険な角度でした。120キロの小橋の体がふわりと浮きました。新時代の扉を開くか。マックを捉えていますよ。背後に回った、危ないぞ、危ないぞ。ベイダーのジャーマン連発です。逆のロープまで飛ばされた。うつ伏せ、脇腹は壊れていないか。ベイダーが手を挙げた。このままベイダーの独走を許すのか。全日のため、なんとしても立ち上がらなければなりません。小橋、ここまで0勝2敗1引き分け、10ヶ月ぶりのシングル、脇腹に一発、連発した上で盤石の体勢、投げ飛ばした。新時代のため、全日本プロレスは今日から大きく変わるんです。そのためには何としてもこのベイダー、ベイダー攻略、ベイダー攻略のためには三冠奪取、三冠奪取のためにはこのベイダー攻略です。歩み寄ったベイダー、一つ蹴りを見舞いました。じわじわとその脇腹にダメージが蓄積されている。さらにちょっと小橋の目がうつろになってきました。距離を取りました、距離を取った、振り向いた、ラリアット相打ち、ラリアット相打ち、ダブルノックダウン。小橋うつ伏せ、ベイダーを向け、余裕立てない。ベイダーが立った、ベイダーが立った。小橋立て、立つんだ小橋、余裕を持って近づいてきました。恐るべきパワー、小橋のラリアットを食らってはチョークだ、チョークだ。 2.2 連合目の悪夢の再現となってしまうのか。
返した、あの勝負でしたね。そうでしたね。しかしここは辛いところですけどね、この1年間を無駄にしないためにも、ね、そうですね、ここは頑張ってほしいですね。1年越しの思いです、1年間の集大成。ベーダーにも力が入った。負けてなるものか、扉をこじ開けろ、そのベイダーという重い鉄の扉をこじ開けろ。ベイダーハンマーふらついている。もう一回だ、もう一回だ、ショートスラマー、脇腹に激痛、返せるか、カウントは2。秋山が今ニュートラルコーナーに参陣いたしました。秋山が見守る中での新時代の一戦、壊したいベイダー、今日から天日は大きく変わるんです。さあ秋山が見つめる先に小橋とベイダー、新しい時代はバーニングから、立ち上がれ。タイツを肩から外しました。ラリアット、新時代の扉を開けろ。カウント2です。首へのダメージ、ベイダーにもおそらく蓄積しているでしょう。さあ1年前を思い出せ、あのバトルロイヤルの屈辱を思い出せ。ベイダーを刻んできた、ダメをこらえながら握った、握った、この距離は赤コーナーから空に舞うムーンサルト、ズバッと決まった。ベイダーのこのパワーというのは何なんですか。凄まじいパワーですよね。さあ復点に達しようという武道館、さあ扉をこじ開けるか、ベイダーアタック、ベイダーアタック、ラリアット、小橋のラリアット、やった、新時代の扉が開かれました。ついにベイダー撃破、大空気を5代三冠王者小橋健太誕生。2000年2月27日は小橋の革命記念日になりました。竹内さん、ついに重い重い扉が開きました。いや苦しい戦いでしたけどね、よくここでやってくれましたよね。最後はベイダーアタックを食らった上での執念のラリアットでしたね。まあ、あれを聞くと小橋は絶対アウトでしたからね、それを相手ラリアットで切り返しましたね。19分と49秒、新時代の扉を開いた鍵はラリアットでした。それでは小橋さん、フェンスの前山でファンの皆さんが押し寄せて新しい時代が、扉が開きました、一言おっしゃってください。皆さん、どうもありがとうございました。これから新時代です。次の防衛戦には秋山純を指名します。秋山さん、どうですか。力強くうなずいてくれました。それから秋山さん、もう一つだけお疲れのところすいません。ベイダーと1年越しでした、どんな思いで今日までいたんですか。1年、悔しい思いで今日まで来ました。今日やっと勝てて本当に歓喜します。次期シリーズはチャンピオンカーニバルです。これにつきましても強い決意をどうぞ。優勝目指して頑張ります。ありがとうございました。放送席どうぞ。小橋選手でした、おめでとうございました。竹内さん、はい、小橋自身もちろん自覚していました。そうですね、力強い宣言でしたね。次の三冠挑戦者に秋山純を指名する、まさにファンの期待通り、全日本プロレス新時代のいい幕開けになりそうですね。そうですね。そしてチャンピオンカーニバルです。これにも小橋初優勝という大きな夢がかかってますから ね。去年は優勝戦まで進んでベイダーの軍門に下りました。19分と49秒、三冠の国級選手権試合、ベイダーと
対小橋、小橋が制しました。2000エキサイトシリーズ最終戦、小橋対ベイダー、三冠戦は小橋の勝利。第25代の三冠王者小橋健太の誕生を武道館から全国の皆様にお伝えしました。解説は週刊ゴング編集人竹内康介さんでした。ありがとうございました。どうも。